お、ついに来ましたね。ブロンズランクからシルバーランクにランキングアップというわけで、はい、シルバーランクになりました。これランク上がっても増えないのかな、バッグの中身とか。ちょっと持ち物欄もうちょい増やしてほしいよな。じゃあ行きましょうか。まだイベント起きないかな。起きなければまたカットするんだけど。ほい、おはようセロ。何もなさそうですね。じゃあそれではカットしましょうか。すまねん。じゃあちょっとイベントが起こるまで基本的にこういう感じで、個々の依頼をこなすのみなので、前回のパート、前々回だっけな。でも前々回でさ、俺依頼カットしできてなかったんだよね。ごめん。ごめんなさい。ちょっと本来はカットする予定だったんだけど確か炎の山かどっかに連れてくミッションだったんだけど、すみません。はい、まあそんな感じで、まあ引き続きやっていこうかなと思います。ちょっとね、報告したいことがあって、もう俺プクリンの友達エリア全部買っちゃった、裏で何のポケモンが仲間になるかよくわかんないんだけど、なんかやべえポケモンが仲間になったら報告します。はい、じゃあそれではカットしましょうか。カット。待って、俺さ、てっきりこれ依頼をこなしてたらさ、イベントが起きるのかと思ってたらさ、え、もしかしてこれ、え、本当にこれ、あ、イガグリっていうアイテムがドロップするからそれ拾ってこいってことなの。あー、そういうことか。え、ごめん、ちょっと待って。じゃあ、ごめん、ちょっと、道具整理して騒ぎの森行ってくるわ。え、俺てっきりなんか依頼クリアしてたら自然に物語進むのかなって思ってたら、もうなんか5個くらいやっちゃったんだけど、裏で。いやー、なんかイベント起きねえなーって思ってたら、もしかしてそういうこと。ごめん、じゃあちょっと裏で行ってきますので、少し準備します。カッツ。はい、というわけでじゃあ行きましょうか、騒ぎの森。すみません、騒ぎの森に時々イガグリが落ちてるらしいのでじゃあどんどん騒ぎの森の依頼をクリアしつつ行きましょうか。イガグリ、え、これ歩いて全部屋探さなきゃダメかな。ちょっと待って、依頼人連れてるからあんま歩きたくないなあくまでもちょっと依頼クリアさせることを優先にしましょうか。はい、というわけでじゃあ喋りながら騒ぎの森もう一回やっていきましょう。あー、種棒仲間にできる、しよう。じゃあ種棒の地震で多分ニドリーノ死ぬちょっと待ってね、チーム種棒技メニュー、あー、自然の力か、これ切り替え使わなくして。お前攻撃技ないじゃん、自然の力以外嘘だろ。でも何もできない。もう何もしなくていいよ、じゃあ。俺についてきて。はい。もう技を失ってしまった。この種棒は。ごめん。でもわざとじゃないんだ。仕方ないことなんだ。じゃあ行きましょうか。ただここモンハウが出るからな。あんまり探索怖いよな。うわぁ、雪降ってるし、なんか音バグってるし。雪降ってるしな。で、すいません。コメントの方を読ませていただきました。これさ、痛えな。5ダメージも食らうんだ。うわ、死にやがったし。これ連携使うと、どうやら、経験値が多くなるらしいですね。すいません、すごい。今更だけど、3倍らしいです。3倍でこの経験値が増えない。そう。これを使っておくと、経験値が3倍になるので、基本連結は使った方がいいということですね。これ悪天候めっちゃダメージ痛えな。5ダメージも食らうの。ただ、足踏みで HP は回復してますね。うわ、でもやば。ちょ、あられとか振るな。絶対そういう感じの温度の森じゃないでしょ、ここは。じゃあ行きましょうか、コンパン。あ、死ぬ。おー、種棒、今の種棒には何もできないんだからさ。ここコンパンマジコスパ悪い。マジコスパ悪いんだけど、こいつら。痛いな。割と強いくせに、経験値が全然美味しくない。イガグリ探しましょうか。イガグリ探しつつ騒ぎの森やっていきましょうか。まあ、出なかったらカットしてると思う多分ね、この喋りを聞けてるということはおそらく出てる、多分なのでよろしくお願いします。多分出なかったらカットしてると思う。全カット。種棒やってちょうだい。種棒死んだら困る。おお、ダメージはない。これ石投げるよ。怖っ。よし、石投げてな、サポートしつつ。はい、
ちょっとね、マイクがね、声がうるさいというコメントもありましたので、ちょっと、多分マイクの感じをね、少し変えました。なんとかして、こう、聞き取りやすい音声でね、お届けできればと思っているんですが、ちょっと、なかなか、パソコン買い替えたんで、ちょっと、最近ちょっとパソコン買い替えてですね、なんかマイクもちょっとついでに一緒に買い替えたんですけど、それがどうもうまく動いてなくてですね、ちょっと音が、あまりにも大声を出しちゃうとね、音が割れるっていう特にストーリーパートですね、特にストーリーパートがちょっとやばいのでね、ちょっとキャラクターに熱が入りすぎちゃうとね、何言ってるか分かんなくなっちゃうんだよね。うわっ、やぶね。ちょっと待って、緑の死ぬこの後キャラクターに熱が入っちゃうとつい声がでかくなっちゃってマイクのね、集音領域を超えてしまうマイクの集音領域を超えてしまう俺のボイスが、すいません、ちょっと熱が入りすぎて許してくださいまあちょっとね、マイクの位置若干変えたりとか、そのなんかね、まあ録音のちょっと音量変えたりとかして今試行錯誤中ですので申し訳ございません、許してください。行きましょうか。イガグリ落ちてないな、やばい、やめろ。なんで草タイプのなんで草タイプの矢面に俺が立たなきゃいけないんだ。じゃあ行きましょうか。イガグリ落ちてないね。やっぱおのずから探さなきゃダメなのかな。騒ぎの森 B7 回、それとも最終回とかまで進めばいいのかな。でもとりあえず今は依頼人がいるから無理だな。ちょっと歩き回りたくない。ここでモンハウとか引いたらちょっとかなり厳しい。地震連発してくるからな、タネ棒軍団が。そう、もうモンハウが出てくるような場所に来たってことだからな、かなり厳しいですね。でさ、これ皆さんにお披露目したい技が1個あるんだけど、ちょっと待ってて。ていうか前回のカットし忘れたところでもしかしたら使ってるかもしれないけど、目的のフロアに到達。オコリザル倒したらたまに落とすんじゃね。オコリザルから奪ったアイテムをオコリザルに使うってのはいかれてるけど、穴を掘る、これ強えよ、めっちゃ威力。危な、ちょっと待って、穴掘ったら死ぬ味方が、やべえ、危ねえ。穴を掘るね、火力がすげえ高いですでも今穴掘ったせいで依頼人死にそうになったけど、これイガグリどこに落ちてんだろう、ちょっと探してみよう。次緑組で、あとちょっとノアのね、賢さのあれを変えました。ノアの賢さをちょっと切り替えたりとかして、技だけ使うにしたので通常攻撃は少なめにおそらくなっていると思います。ここが依頼人のハウスだったはずなんだけど、ここが依頼人のハウスね。穴を掘る、1対1の状況で使うと相手大、あーでも種棒って自信持ってんだっけ、危ね種棒確か自信持ってんだったな、自然の力だけど。そう、まあそんな感じでちょっとね、ノアの賢さを変えたりとかしてみましたので、かなり戦いやすくなったんではないでしょうか。イガグリなんか落ちてんのこれ本当に。そして依頼者のハウスがない、危ない、連続外れるとこだった。危ねえああ大丈夫、復活の種がある。え、ちょ待って、強すぎる、やばいやばい、このミッションめっちゃむずいぞ。さてはニドリーなんかこの花に殺され、この花じゃ種棒に殺される、やばいやばい、いた、もう危ねえ、一回死んじゃったよどうもありがとう、はい、ごめん、じゃあちょっとまだ戻らないでイガグリ探してみるか。なかったらこのまま多分カットしてると思うけど、ごめん、ちょっと今回イガグリなくてもカットしないわ。うん、なぜかというとちょっと喋りたいこといろいろ喋っちゃったから、もう一回このことを喋るのがめんどくさいのであ、使っちゃった連結技、まあいいや、うん、そう、ちょっとね、溜まってた、最近もう依頼しかしてなくて、言いたいことが溜まってましたので、すみません、ちょっとあれですわまあこの機に言いたいことがちょっと言いたいことがいっぱいね、その賢さの件とかな、まあ視聴コメントを読みましたとかっていう報告とかあったから、まあちょっとこの回はカットしないわ。イガグリなくても、イガグリこれ一個一個見つけなきゃいけねえのかな。なんかイベント進むとかじゃないのこれ。てか家作るイベントとさ、ストーリーってもしかして別その説ない、なんか実はイガグリと基地は実は関係なくて、今なんだっけ、グラードイン
対グラードン用にさ、ダーテングさんがなんか人員を集めてたけど、あ、やべえ。お、いいね、レベル上がりますね。ほい、土から掘り出された。あ、レベル上がったらこれキャンセル。 あった、イガグリやった。ちょっと待って、道具交換。あった、イガグリ。お、ほんと落ちてた。ほんとに落ちてた、イガグリが。なにこれ、ちょ見てみようぜ。どれ、イガグリ。むく、むくって何、説明。お腹回復する、マンキーの大好物は。むくって何。このむくって選択肢は何なの、謎なんだけど。ちょっとでも、むかない方が良さそう。え、むいてみたい。むいていいかな。すげえムキムキしたい、このイガグリ。むいていい、中に何か入ってるか、栗が出てくんのかな。むいていい、むきたい。あ、食べちゃった。あー、せっかくイガグリ出たのに。あー、むくってそういうことか。なんか中から栗が出てくんのかと思った。そういうわけじゃねえんだ。もう出てきた栗をそのままパックン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 、ちょっというわけですね。でこれ、え、ちょ、どうしよう。じゃあごめん、カットします。すいません、じゃあ次イガグリ手に入るまでカットします。すいません、カット。あ、イガグリ出た。あ、イガグリ出ました、うん、ごめん、あの別にやり直したりとかしてないです。あのそのままあの後すぐ探索してたら出ました。はい、あれ、た、種棒が持ってんのか。まあそんな感じですね。じゃあ行きましょうか。もうで、じゃあ脱出しまーす。すいません、脱出します。え、こんな感じなんだ、イガグリって。知らなかった。はい、てかってことはさ、なんかイベントと関係なさそうじゃね、家作るの。来た、一番最終回に。じゃあ戻りましょうか。はい、行きまーす。カットしよう。はい、というわけでやってまいりました。じゃあ開けましょうか。イカ栗持ってきたぜ。うん、栗持ってきたか。お、栗の実だ、栗の実。おねげだ、それ俺たちにくれよ。仕事頑張るからよ。あげない。なんだと、あげないだと、この野郎。何様のつもりだ、この野郎。ムキー、やっちまえ。突如セロはマンキーたちに襲われた。しかしマンキーたちは弱かった。はい。ちょ、これが一回やりたかった、ごめん。もう栗持ってたら一回やりたかった。いでて、負けた。はい。こう何事もなかったかのような。これどうしてもこれが一回やりたかった、この。しかし、マンキーたちは弱かったって、これが言いたかった、マジで。あげるよ。さあ。おお、栗の実。お前たち、たるんでないか。気合い入れるぞ、気合い。お前だって何くつろいでるんだよ。やる気出せよ。今から頑張って救助基地改築するからよ。どんどん材料運んで、ガンガン組み立てるからよ。待っててくれよな。え、これ一個でいいのかな。隠して。栗の実をもらったマンキーたちはやる気を出し、救助基地の改築工事は再開されました。そして救助基地はまた一つ完成へと近づいたのです。あ、これまだイガグリ必要かな。はい、え、ちょ、嘘だ。栗一個じゃ足りないの。え、ちょ、もう一回騒ぎの森行かなきゃいけない。ごめん、じゃあ栗取ってきます。じゃあ栗取ってきますのでカットします。カッツ。はい、というわけでイガグリ集めてきました。まあ1個だけだけど。1個拾うのが限界だった。おー、栗の実だ、栗の実。お願いだ、それ俺たちにくれよ。仕事頑張るからよ。あげない。なんだと、あげないだと、この野郎。何様のつもりだ、この野郎。ムキー、やっちまえ。突如セロはマンキーたちに襲われた。しかしマンキーたちは弱かった。はい。いててて、ま、負けた。これ一回やんないと今日の一日の元気が出ないから、うん、多分カットしてると思います。多分今のはカットした。俺今は完全に俺の悪ふざけだったもん。はい、栗の実早く作ってくれ。おお、栗の実。お前たち頼んでないか。気合入れるぞ、気合。お前だって何くつろいでんだろ。やる気出せよ。今から頑張って救助基地改築するから。
どんどん材料運んでガンガン組み立てるからよ。待っててくれよな。かくして、栗の実をもらったマンキーたちはやる気を出し、救助基地の改築工事は再開されました。そしてとうとう来たんじゃない？救助基地は完成したのです。やった。おお、なんかすごそう。ちょっと待って、石畳なんだけど石畳。とうとうこの日が来たんだね。セロ、とうとう完成したんだね。僕たちオフローズの救助基地が。どんな感じ？わあ、すげえ。すげえ。俺なんだけど。俺だ。予想以上に完成度高くてびっくりした。かっこいい。かっこいいのか。それ、この基地がかっこいいってことは俺に向かってかっこいいって言ってるようなもんだぜ、それは。俺のルックスが。何度見てもかっこよすぎるよ、この急所基地。セロに似てるところがまたナイスだよね。でもすごいね。大変だったけど、苦労した甲斐があったなの。そんなさ。やった。みんな、本当にありがとう。あのよ、ちょっと聞きたいんだけどな。救助基地が完成したってことはよ、もしかしてもう栗の実がもらえないってこと自分で向け、そのくらい。当たり前じゃないか。もう工事しなくていいんだよ、マンキー。今まで本当にありがとう。用済み。ウキー、あべ、ぶっ壊される。なんだなんだ。ああ何するのやめてよ。ぶっ潰さねえと、こいつら。こいつら、ぶっつ、みんながマンキーを必死に止めたおかげで、救助基地は壊されずに済みました。また、マンキーたちには栗の実をあげて、もう暴れないと約束した上で、森へ帰ってもらいました。でもまたその栗の実がなかったらもう、そいつを求めてまた来るんじゃねえか、人里に。こうして、慌ただしかった救助基地の工事も終わったのです。次の朝。さあ、これで、おお、すげえ。え、これ内装もすげえ、なんか、おしゃれな、高級ホテルみたいな。あ、また地震だ。なんかやだね、この、新しい建物建てた後に地震とかやじゃない。すげえ、なんか高級ホテル、沖縄とかにある、リゾート施設みたいな感じだな。本当に地震が多いね。いつになったら、収まるんだろう。来た。セロ、なんか広場が騒がしいんだ。他のポケモンもたくさん集まってるみたいだし、とにかく広場へ行ってみよう。また帰ってこないんじゃねえの？あいつらカメックスたちが。どんどん減ってくな。あ、ハスブレロ！一体何があったの？お、のは、それが。とにかく奥に行ってみな。うわぁ、やられてる。あ、カメックスが！ダーティング！これはどういうことなの？一体。指定のダンジョンで、やられたのだ。ええー、あそこの強さ、半端じゃねえぜ。グラードに会うことすらできませんでしたわ。もうあんなところ二度と行きたくねえ。会うことすらできなかったってやばくね。グラードンが強いとかそういう話じゃないじゃん。野生のポケモンが強かったってことでしょ。どうやら地底という場所は我々の想像をはるかに超えているらしいな。久しぶりに来た。バカな奴らだ。初めからダメなのに無茶するからこうなるんだよ。ゲンガ、何を言うんだ。まあ、こいつの信用はもう地に落ちてるでしょ。フーディンたちを助けるためだよ。無茶するのは当たり前でしょ。へへへへ、ほんと頭が回らない奴だな。お前たちよりあいつらの方がまだ賢そうだな。やべえよ、あのカメックスがやられちゃうなんてよ。相当きついぜ、ありゃ。民衆か。民衆の方が賢いってか。あのダンジョンに来たやつなんて誰かいるの？このなんか、ゲンガーのこのさ、民衆の不安につけ込む能力尋常じゃねえな、こいつ。民衆の不安につけ込む力が尋常じゃねえ、こいつ。俺絶対無理。燃えやすいし。だからさ、ここの3人組、メガニウム、カイロス、ストライクの3人でしょ、絶対。俺燃えやすいし、言ってるの。僕自身が嫌い。ゴマゾじゃないこれ。え、ゴマ、違う、ゴマゾは地面タイプ。え、自身が嫌いなのって誰？この中で。サイドン僕っていうの、自分のこと。サイドン自分のこと僕っていうの。嘘だ。え、ゴマゾって地面タンだよな。え、
え、サイドン僕っていうの？一人称僕なの、サイドン。わざわざやられに行くようなもんだからな。あ、違う。マダツボミだ。マダツボミとメガニウムは毒タイプが入ってるから地面効果抜群かな。あ、違うか、わかんねえ。え、腐っと地面って打ち消すんだっけ、わかんないけど。あ、マダツボミかもしんない、さっきの。みんな俺見ろ、あいつらも自分の立場ってもんがやっとわかったみたいだぜ。俺も葉っぱの内輪が燃えちゃうから。お前は無理でしょ。ターティングまで。まあ正直ここの人材でグラードンのってか地底に立ち向かえるのは正直誰もいない。まあゴマゾウとかが案外地面探だし、あとまあエイパムとかノーマルタイプ、まあ多分岩タイプとかもいるだろうからゴルダックも厳しいだろうし、え、誰も行けないじゃん。てかよくもここまでさ弱点な、むしろゲンガーが行けばいいじゃん。ゲンガーが浮遊持ってるしお前。頑張ったからといって必ずそれがいいとは限らないのさ。時には諦めることも肝心なのだ。あ、かわいい、今の言い回しかわいい。うん、我ながらいいこと言ったかな。セロ、僕わからなくなってきた。僕たち一体どうしたらいいんだろう。たとえ無茶であってもフーディンを助けに行くべきなのかな。行くべきでしょ。てか正直俺たちフーディンより多分強えよ。あの、キューコンとの時にさ、フーディンとなんか、互角な匂い出しながらさ、あの、ダイジェストだけバシンバシンとか言ってぶつかり合ってたから、多分俺たちならいけるべ。行くべきだよ。そうだ。やっぱりそうだよね。わかったよ、セロ。みんな聞いてくれ。てか、もうこんな子供がさ、こんな子供ポケモンがよ、出向くって言ってんのに、もっとごついポケモンたちはなんで、動くか。まあ、俺たちよりごついポケモンなんてもう、サイドもメガニウム、カイロス、ストライクくらいな。まあ、ゴルバットとかも。そうだけど。僕たちは行く！フーディンを助けに！なんだって？おい、あいつら何なんだ？知らないな。オフローズの奴らだ。ここら辺じゃ有名だよ。オフローズって、キューコンの伝説で疑いをかけられた。それ知ってる？最近それで逃げ回ってたんだって。大丈夫なのか？見た感じ弱そうだぜ。ほんだから、お前らに弱いって言われるならお前らが行けよ。俺たちに弱いって資格言う資格ねえぞ。俺たちが行くんだから。確かに僕たちじゃ無理かもしれない。でもそれでも僕たちは救助隊なんだ。僕災害に苦しんでるポケモンを助けたくて、そのために救助隊を始めたんだ。だから僕は絶対にフーディンを助けたいし、最後まで諦めないのが僕たちオフローズの誇りだ。お前ら本当に賢くないな。いい加減みんなを見習ったら。いや、ノアの言う通りだ。え、そうだな、怖がるあまりどうかしてたな。うげげげ、肝心なことを忘れてたな。僕たち救助隊じゃないか。そうだな、みんな一応救助隊だからな、お前ら。まあそれ専用の資格とか持ってんのかわかんない。レスキュー、お前らレスキューだぞ、レスキュー。誇りか。俺たちだって持ってるぜ、救助隊のプライドは。ただ草タイプと虫タイプは絶対に行かない方がいいと思うけど。ちょっと草と虫、まあ日照り使ってくるから草も行けなくはないかもしんないけど、厳しいんじゃない。うげげげげ、アホかお前たちは。なんでこんな奴の言うことを納得するんだ。言っても返り討ちに会うだけなんだぞ。そうかな。まだ一回失敗しただけじゃないか。カメックス、こんなところで寝ている場合じゃない。うげげ、私もいじけてるタイムは終わりよ。オクタン何気に好きなポケモンランキング第5位とかなんだけど、好きなポケモンランキング第5位とかに俺オクタン入るんだけど、オクタンすげえ好き。諦めたらそこで終わりだしな。安西先生、ポケモン界の安西先生ことゴローニャ。オクタン、それにゴローニャも。うげげげげ、お前らきっと言ってることが、さっきはきっとじゃない、さっきと言ってることが全然違う。そうだそうだ、絶対どこかに突破口があるはずだ。
なで協力し合えばなんとかなるよ。救助隊同士みんなで助け合ってダンジョンを攻略するんだ。おーうげげげげげ、お前ら正気かよ。痛い目にあっても知らないからな。うげげ、ゲンがいいキャラしてるよな。いいキャラしてるんだけど、こいつ悪度すぎて、引くぐらい悪度いよな。でもありがとうのは、お主のおかげで大切なものをなくさずに済んだのだ。礼を言うぞ。かっけえ。なんかみんな、わしたち救助隊の底力を今こそ見せてやろうぜ。おー、さあというわけで、じゃあ攻め込みに行くのかな。ゲンガーとか出てきてずったもんだしたけど、いよいよ地底のダンジョンに挑むんだね。出発は明日だけど、なんかワクワクしてるよ。とりあえず今日はダンジョンに行く用意をしよう。準備ができたら声かけてね。はい、というわけで行きましょうか。ちょっと待って、手持ちこれしかないんだけどさ。ちょっとじゃあアイテム調達してきます。勝つ。